みんなでカービィハンターズ。はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。やっていきましょう、カービィロボボプラネット。さあ残り 4%。 これちなみに多人数プレイができるやつですよね。え、誰とやるって？え、そんなん、いや聞かないでください。ゲフンゲフン、いやそんなんだって。よし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 、おともとクエスト、鋼兵士、ギガントヘッジ、仲間と仲間ともに、共闘バトル、森に潜む鋼の兵士を力を合わせて打ち倒せ。オッケー、やるぜ。お？ヒーローソード、ヘビーハンマー、マジックビーム、ヒールドクター。あ、これあれですか、能力値が違うんですね。おー、なるほどなるほど。体力とか攻撃とかが伸びしろが変わると。え、こんなん何言ってんすか、ハンマーに決まってるじゃないですか。ちなみに操作説明とかちょろっと見ときます。あ、もう、ほぼほぼ、あれですね。復活の呪文とかあるんだ。復活の呪文がある。あ、じゃあもう一番とりあえず慣れてるやつで行った方がいいみたいな。なんかいろいろ使っていきたいですけどね。せっかくだったらね。まあ、倒れた仲間での近くで Y の復活だけ覚えときゃいいかな。まあ、とりあえず、まあ、モッティといえば、モッティハニーだね。3DS の名前ね。今気づいたね。ハンマーですから。お供がヒール。これ変えられるの？変えられるんだ。これどうなんだろう、回復サポート、呪文違う止める魔法使い。何が一番強いんだろうね。まあ、なんか、いいんじゃない、回復で。適当。レッツゴー。え、あ、鬼殺しでしょ。鬼殺しなんか任せんしゃいよ。お。ギガントエッジだ。お、行くぜ。舐めるなよ。舐めるなよ。勝ち抜き、あ、重い。重い。ちょ、待って、重い。待ってくれ、重いぞ。ちなみにどれぐらいダメージ食らっていいのこれ。あ、回復してくれた、やったー、ありがとう。ガード、やばい、わかんない。うわ、あ、ガード貫通だとなんだと、あ、重い。よーし、うわ、重い。おら、怒っている、おこなの、痛いなの、これ、あ、取りたいなの、それ取りたい。重い、ありがとう、チューしてくれた。やっちゃ痛い。ちょ、ご了承すぎる。おっしゃー。いや、これでもさ、いや、鬼殺し。あ、石板一つ目の石、あ、そう、取らなきゃいけないやつだよね。取りたい。取れたよ。石板すべて揃って、揃うと、あ、はちょ、連打してた。先空社長、オッケー。よっしゃ、大ダメージだ、今だ。ひるんでる間に鬼殺し、多分鬼殺しの方がこんだけ遅いんだったら強い。やったぜ。勝ったぜ。ぐだぐだ。おー、タイムボーナス、ボス撃破ボーナス、やったー。スピードはね、まあ、これからでしょうっていう。ハイスコア更新。よし、これでいいの？レベルが？おー、早速上がっていく。レベル2、レベル10まであるんだね。これじゃあ、どんどんこう、敵をいっぱい倒して、レベルを上げながら、まあ、強靭な敵に戦っていくと。あ、このパラメーターは自分で決められるわけじゃない。あ、でもなんか、いい感じに上がってきますね。お、クエスト選択。いいな、なんかちょっと、あれだな、モンスターみたいだな。あ、そういえばミスターフロスティさ、ステッカーはあったけど、あったっけ？わかんないけど、なんか、影薄いなって今回思ってたんですよね、ミスターフロスティ。夜の湖畔に現れたお茶目で暴れん坊な氷にも、だれ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 し、喋れてない。氷の獣を懲らしめて。氷の獣を懲らしめて。言えます？ 3 回。氷の獣を懲らしめて。氷の獣を懲らしめて。あ、言えない、意外と。意外と言えなくね？氷の獣を懲らしめて。あ、かわいい。ミスターフロスティ、かわいいっすよね。なんか、川崎とか、ミスターフロスティとか、割と痛い。あ、いた。あ、ちょ、待って。これ今気づいちゃった。これ、鬼殺しより、あ、いや、でも鬼殺しの方、入る。多分入る。あー、ちょっと吹っ飛ばされた。フロスティ、さすが。さあ、どこ行く？あ、はっ。それさ、でも多分無敵じゃないと思うんだよな。なー、なにかくー！おら！ガード。おー、しないです、ガードは。いや、よく、あ、チュー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 、ナイスチュー、ナイスチュー。ちょ、近づけない。720!
一つ目の、ちょっと、石板、俺にくれ、俺にくれ、あー、間違えられた、食われた、どうすんの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 、ありがとう、ありがとう、はい、あー、よいしょー。よし、今度は任せろ。今度はしっかり行くぞ。強い？コンピューター強えな。流星群が襲いかかる。ドアーン、もう一回、もう一回、もう一回、しゃー。いや、ハンマーいいっすね。やっぱ大ダメージが与えられるのは、やってる気持ちいいね。やっぱダメージベースで勝ってなんぼですよ。うん。やっぱり、あれですな。ボードはありえない。やっぱりヤンマーですな。よーし。全然なんかスピードキング取れないんですけどね。やっぱりヤンマーですな。うん。ヤンマーですな。間違いないですな。お。よしよしよし。どんどんレベル上がってきますよ。え、普通にこれ、サクサクいっちゃう感じなのかな？あ、でもなんかでも、能力値見てる感じだと、フレンドメテオの強さが20上がった。プププーが2上がった。よしよしよし。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。もうどん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 行こう。どんどん行こう。3、4が増えました。まあ、順番に行きますか。ウィスピーウーズ。イニシエの大地。活躍を聞きつけて音、あ、音も増える。あ、それいいっすね。遺跡に住まう古の体重、リンゴと毛虫が降ってきてもみんなで挑めば怖くない。まあまあ、ハンマーでいきましょうか。どうしようかな。ボーロボードより、ボジックボームの方が良くないですか？わかんない。どっちの方が強いと思う。あ、あれなんだ。仲間連れてかなくてもレベルは上がってるんですね。いや、これは時止めた方がいいでしょう。ハンマーの相性的には。任せんしゃい。そう、時止めてもらって、マジックで時止めてもらって、その間に鬼殺しぶっぱしまくってればいいんじゃないと思うんですが、それは。よし。任せろ。俺に任せろ。攻撃は全部俺に任せろ。ういえ、鬼殺し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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ。もうちょっとタイムビーム当てろ。タイムビーム当てろ。タイムビーム当てろ。おこなのー、おこなのー、どこなの、どこなの、どこなの。タイムビームなんか使ってない、使ってない、大丈夫。お供に大丈夫それ。よし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 、大丈夫か。あ、どこかわかんない。俺こっちが来ちゃったけど大丈夫、大丈夫、21で大丈夫。もうちょっと近づける。これはよいしょ。戻った。ちょ、石板、俺だけ石板ない。俺だけ石板ない件について、俺だけ石板ないんですけど。あ、やばい、突っ刺される。ガードしても無茶なもんは無茶でした。ちょ、石板、ちょ、石板、ちょ、無理。オッケー、間に合った。はーい、行くぞ、今度こそ。来たー。100、は？は、調子乗ってんじゃねえよ、音も。おい、俺がせっかく止めたのに、4100。さあ、大ダメージひるんだところは、一気に、鬼殺し。おい、あ。ぐトゥントゥ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 ルトゥトゥトゥルーン。強えじゃん、やっぱり。もう完全にこれ、完全にボードじゃないですか、これ。だけ？あ、もう完全にこれソードいらなくないか。もうこの3体で、もう完成してるだろう。回復がいて、サポートがいて、アタッカーがいて。タイムボーダー、入らねえな、スピードクリア。どのぐらいでクリアしたらいいんだろうな。やっぱ4人でやるとその分早いみたいな、あるのかね。目標値が下がったりするのかな。2200まで上がっていく。さあ、レベル4。どんどん上がる。いいな。なんかこんだけサクサク進むとさ、やっぱ爽快感がありますよね。いいですね。さあ、体力も11上がり。攻撃は12上がり。さあ、この辺で次に進む。さあ、4つ目。4つ目なんだ。あ、ボルゲノブ。いやー、炎をまといし、巨大な川津。なんかあれだな。ハンマー持って、味方と共に、カワズを借りに行く。なんかどっかでやったことあるな。しかもあいつも赤かった気がする。LR というガード。いや、もうよかった。ほんとこれ先にやっときゃよかったな、これ。なんか、ね。なんかでも見た目は全然ダルマみたいな感じですね。あ。マジそういうことするの。
あ、また逃げた。また逃げた。すーぐそうやって逃げるんですもん。あ?食われた。大丈夫か?大丈夫か?味方を救うために俺は、鬼殺しぶっ倒していく。絶対ボスバトルより先にやっといた方がよかったよね。あれだよね。俺もチューしてあげないと。痛い。大丈夫か?おー、なんか岩が落ちてくる。どこ真ん中らへん?どこらへん?どこらへん?あー、なんかすごい顔がある。溶岩に顔があるとかいう謎現象。あー、熱い熱い。端に行かないから、そうやって。あ、これあれなんだ。下のゲージってあれガードしてるあれなのか。で、ガードができる時間みたいな。届かない。うわ、ばばばばば、俺だけ痛い。俺に石板を、俺に取らせてくれ。おー、ナイス。回復、俺に回復をくれ。わかんない。あー、ナイスヒーリー、ナイスヒーリー。ふぅふぅふぅ。大丈夫だ。こっ、こらあ、ひるんでる、今チャンス。有限なチャンス。旅立つ朝に、ウォーウォーチャンス。オーイェーイ。有限なチャンス。オーイェーイ。いいタイミング。めっちゃいいタイミング。だから石板は持たないよ。そのまんま突っ走れ。ちょっと俺のハンマーが撃てなくなってるよ。やったぜ。明らかに邪魔されてたんですけど、味方に。これ楽しい。これあれだな。なんか、小学生とかの頃にさ、友達とやってたら多分めっちゃハマってるやつだね。スパデラで友達ん家で一緒に遊んだやつと一緒やわ。あ、いいな。未だにこう、変わらず。ですね。あ、銀だ!あれ?もしかして石板使わなきゃいけないの?これ確実に。そんなまさか。いや違うな。これは銀ではなくプラチナ。そう、ゴールドの上だ。勝手にそうやって解釈していく。お、都合がいいように。さあ、体力がどんどん上がるよ。回復も40。さあ、パーフェクトまで上がった。だいぶフレンドメテンも上がってますけどね。お、もしや、そろそろか?あ、ほんとだ。ラストバトルに勝利せよ。え、ラストなの?え、6じゃないの?ラスト。あー、来た、4人揃った、いいよ。暗雲立ち込める山頂。四つ首の守り神、クライマックス共闘バトル。ランディア!阪神関係ない。それなんでやですね。よし、行きますか。これちなみにさ、ちょっと今更気づいた、思ったんですけど、これボスと戦ってる間にスタートボタン押したらなんかストーリーがアーダコーダみたいのあるんじゃないですかね。今更なんですけど。非常に今更で申し訳ないんですけど、ちょっとポーズ押していいですか。あ、こっちはないね。ああ。届くんなら。届くんなら、お前ら。お前らが盾になれ。お前らが盾になれば、俺の鬼殺しが入る。鬼殺しを俺入れるために。痛い。ああ、重いよ。ハンマー重いよ。当たんないよ、ギリギリ。やばい。おこなの。ちょ、大丈夫これ、俺。こっちが置いて。あ、ちょ、怖。あ、ちょ、食らってる。あ、なんか、崩れた。ちょ、大丈夫か俺は、ちょ、それ。おらー、もう一丁。一個倒せば。あ、てか、石板がどこにあるのかわかんない。届くかな?俺、よっしゃ !4 つ揃って決めるぜ、全体パーフェクト。来いよ、頼むよ、エクセレン一人ぐらいパーフェクト決めろよ。でもこれは一番いいでしょ。8195! じゃなくて8! どこら辺が5に見えるんですかね。ちょ、タイムビームいっぱい当てて、今のうちにタイムビームばっか当てて、それで、いやー、ちょっとまだ、ちょっと強っ。あ、おともさんがやばいの?お友さんが、これさ、回復ゾーン入ってたらさ、あれなんじゃないの?おー、よし、回復、オッケー。いいな、ゾーン回復いいな、強いな。で、オッケー、俺の一撃で、倒していく。楽しい。
これでもあれだね。長野、あのさ、友達と一緒に遊ぶのすごいいいと思うけどさ、揉めそうだよね。めちゃめちゃ揉めそうじゃない？なんでそこで死ぬんだよ、ふざけんなよ、みたいな。あ、金だとやっぱ星3なんですね。やっぱじゃあ、さっきのは残念ながらシルバー？よし。ほんで？まだでももう一個あるでしょ、配置的に。はい。レベルは5のまんま。で、どうだ？やっぱあるよね。エキストラステージ！なんとエキストラが解放された真のラストバトル。いや、そうでしょうね。ランディア EX！ 真の力解放して、四つ組の守り神降臨、仲間と共に伝説を作れ。いや、これ結構難しいんじゃない？なんか、ここまで逆にサクサク来てるからこそ、真っていう感じに僕はものすごくね、トラウマを今抱いてます。ずっと。これ実は、なんか、あれ同じじゃねって思って、甘く見るとダメ。まあ、基本的にレベル10まで上げてくること前提の話みたいな、そんなレベルだったりする気がするんですけど、ほら、でも青より赤の方が強いって世間的には言われてますけど、どうなんですか？紫の方が強いんですか？あ、前に進めない、ちょ待って、俺、ちょやばい、ちょ頼む。ちょ、ガードしてくれ、誰か俺に、あー、ちょ、回復を、ちょ、回復を、これ回復エリアってあれなのか、一回だけなのか。いや、しかも、ダメージがやばい、おー、ちょ、助けてくれ、誰か助けてくれ、やばい、これは本当にマジっぽいぞ、やばい、あー、やばい、あ、死んだ、死なない、あ、ちょ、死んだ、俺死んだ、俺死んだ。ちょ、誰か、ヘルプヘルプヘルプ、わい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 、あ、ありがとう、わい、ちょ、わい、おらー、大丈夫か、生き返れ、よし、生き返ったけど、俺がやばい、ちょっと届かない。そう、ヒーリングだ、みんなヒーリング、いけ、おし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 。これ割とマジで、俺が言った通りっぽいんだけど、ピンチ。ちょっと誰か助けてやれ。ああ、鬼、あ、ちょ、とりあえず第一段階突破。第一段階突破。ちょ、ヒーリングまで遠いんだよな。ああ、ちょ、俺が持っている。俺が、あれを持っていた。ちょ、まずい。届かない。ああ、なんかそれわかんない。強そう。届かないのズル、それ。あ、大丈夫か、ちょっと大丈夫か、俺も死ねー、やばい、大丈夫か、生き返れ、やばい、あ、ちょ、俺を、よし、まだワンチャン、あと一個、はい。よし、取った、オッケー、まだある、まだ、首の皮一枚。オッケー、頼むよ、エクセレン、おー、パーフェクト、来たー、まだあるよ。なんだこのギリギリの戦い。なんでコンピューターとチームワークを。よし、まだ、一気に、700、当ててけ、回復、今のうちに回復、そう、お供にも回復して、いてててててて、俺が死ぬ、誰か助けて、ちょ、回復マン、近、あー、死ぬ、ちょ、大丈夫、まだある、おらー、ゴリ押しじゃけ、届かない、ちょ、そんな早く動かないで、あんま動けないから痛い、もう少しで倒せるぞ、相手は、手を置いた、痛い、お供ワンチ、お供1ピン、お供1ピン、大丈夫よ。ちょ、届かない、マジで。ガード！痛い、大丈夫か、お供、ちょ、回復が返し死んじゃいけない、一番死んじゃいけない。ほら、痛い！ちょ、さ、ボードがやれって、ボードが回復しろって、回復させろって。ちょ、届かない。よっしゃー、来たー、いけたー、マジ首の皮一枚からよくこう、勝ったな、これ。頑張った。わーお。
いや、いいリーダーだったでしょ、これは。遠くへ見守る。やったー、初見クリア。やったぜ。これあれでしょ。これでもう 100% クリア。まあそうだろうな、そんだけ死んだしな。タイムも微妙だったしな。まあレベルを上げればこれはタイムは必然的に上がるやつなんじゃないかなって。クエストオールクリアー、ということは来た 100%! 終わったー、ようやく。いや、マジで長かった。マジで長かった、本当に。もうほぼ、新勝ち抜きバトル以外の印象残っていない。それぐらい思い出が、新勝ち抜きがものすごいきつかった。もうただ一言それにだけ尽きる。いや、本当に正直目隠しカービィの一番難易度が高いステージより難しかったんじゃないかまでワンチャンあるっていう。いやー、そんな感じでございましたけど。これでは本当に改めて 100% なのか確認していいですか？いいですか？やった！100%! で、シアタールームでムービーが全部見られるようになった。で、背景も変わった。能力お試し部屋で UFO が出現。お？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 そういえば俺あれですね、能力部屋行ったことないですね。じゃ最後におまけで。いや、ここまでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。いや、途中ね、モッティの、すごい、辛い感じの声もあったと思うんですけど、その感ですら、ずっと見ていててくださった皆さんのための、最後、こんな隠し要素がありますよ。ちょっとご覧に入れて、ロボボプラネット終わりにしようかな。能力お試し部屋？いや、UFO いるね。これ何？お試せるの？いろいろ。いろいろお試せるっぽいですかね、これで。それはいいんだけど、どうやって手前側来るのあれ。あ、これかな、よし。いろいろあ、スマブラもあるんだ。お、スマブラもお試せる。ほう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 。で、UFO ちゃんが ?UFO ちゃん来た !UFO! 能力見ましょうか。未確認飛行物体確認。あなたとてもラッキー。これさ、通常に出てくるのもしかして。そんなことない。B、話す。ちょい押し。ほど押し。めちゃ押し。めちゃ押し。長押しから話す。ほう。で、B 連打。ミステリーキャッチ。でもなんか基本的に B 単体。あ。なるほど。あ、いた。ちょっと敵判定なんだね。うん。なるほど。で、ミステリーキャッチは？ミステリーキャッチどうすんのこれ。なんかあんの？なんかあんの？あ、吸い込める。真下にあるものが。すげえ。ちょっと入っていい？能力部屋。お？お？あ、ロボボに？ロボボは何もないっていう。あ、なるほどね。あ、こういうね。ああ、という感じみたいです。はい。そうですね。まあ、次のまたゲームいろいろやっていくと思いますんで、ぜひともそのゲームでも、動画ご覧になっていただきたいというふうに思います。それでは、また明日！モッピーでした！いつの日か、またカービィ実況で会う日まで。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の下のチャンネルボタン、赤いボタンをポチっていただきたいと思います。ロボボプラネット、無事最終回迎えました。100% クリア、ありがとうございました。いや、途中ちょっとカービィ嫌いになりかけたんですけど、まあ、最後あんな感じでハッピーに終われてすごく良かったですね。さあ、次回作何やろうかな。あったかくして寝ろよ。問題。はい。日本の戦艦を5つ答えよ。え？ヤマト、ナガト、コンゴを、あとは？戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。戦艦帝国、ダウンロードは概要欄のリンクから。おー。